はい、えー、どうも吉谷です。えー、今回、第14話、亡霊になります、亡霊。亡霊をちょっと調べてみたんですけど、あ登録しました、登録。登録まだしてないんだったら、この YouTube の説明欄の下に、説明欄の下に、登録しといてください、登録もう。もう言わなくてもいいと思うんですけど、あの登録、もうこうめんどくさいなと思っても、有料が無料になってますから、これね、登録したのがあったら損ですよ、本当に。 めちゃめちゃね、いいですよで。で、その登録がちょっとうさんくせえな、嫌だなと思う場合は、捨てアドレスを取ってください。捨てアドレス。使い捨てのアドレス。使い捨てのアドレス,、うん、のドレス取って、それで登録してやってください。リスクないでしょ。うんはい、であの、僕はウインナーどうぞと。ウインナー買わなくてもいいから食ってと言ってるわけですよ。 これはね、まあ、お金稼ぎたい稼ぎたくないんだったらまあ別にいいんですけどお金を稼ぎないとお腹空いてるとねお腹空いてるうわ腹減ったなと目の前にウインナーがあるわけですよでそのウインナーを焼いてるおばちゃんがいいよいいよ買わなくてもいいからお腹空いたでしょウインナーどうぞって言ってるようなもんですよそれ食うでしょうこれ、ね、素直に食った方がいいと思いますよで飢え死にするじゃないですか飢え死にうん ウエジうん、だからあのー、うんうんどうっすか、うん、まあ僕はねそこは素直になって食った方がいいと思うんですけどねまあまあそうは言っても「いやおばあちゃん俺はウインナーなんかいらんよ」俺はウインナーなんかそんな庶民のウインナーそんなの食いたくないと。 うん、俺は食うのは俺の食うのはステーキしか食わんとまあ言う人は中にもいるでしょう中にもそういう人もいるでしょういいでしょう、うん、ない、まあ、今回ね14話「亡霊」についてお話ししようと思います。えー、亡霊なんですけど結構ねこのねイジのタイトルからこうひねっていくのが結構大変なんですけど亡霊の意味はですね亡霊の意味はあの死者の魂っていうことなんですけどまあ魂ねそのまあ幽霊とかね うん、ありまますすけど信じます幽霊幽霊信じます幽霊幽霊信じますそういう地形うん僕ねあの信じるとか信じないとかそう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 ,そうこの前まあ僕ドリアカっていうねあの塾アカデミーをやってるんですけどその塾生さんの中で金髪の系っていう人がいるんですよ金髪の系 金髪の K さんっていうニックネームの人がいるんですけど、その金髪の K さんがこの前ライブ放送、まあライブ放送っていうその僕サポートでやってるんですけど、そのライブ放送でこんな質問が来たんですね。吉谷さんと。吉谷さん、あのスピリチュアルって吉谷さん信じますかみたいな。っていう質問が来たんですよ。ど,どうですかスピリチュアル信じます僕は逆に質問したいんですけど、スピリチュアル信じますで僕はそういう質問が来まして、僕は回答したわけですね、それに対して。 うん、いや金髪の計さんとその質問おかしいとそ,そ,そういう質問ちょっとおかしくないとう信じるとか信じないとかっていうレベルではなくてあって当然だろうとあって当然だろうそんなもんと、うん、あっても当然あって当然、うん、だからその信じる信じないとかそういう次元で話してるのはおかしいと、まあって当然あって当然うん 僕が回答したらあ僕もそういうタイプだったんで「いやよかったです」と聞いてよかったですみたいな、うん、やっぱね「類は友を呼ぶ」ですね「フィは友を呼ぶ」っていうのはまさにこれで面白いなと思いましたね、うん、だからねあのー、なんかそのう僕はね中学生の時から宇宙人いると思ってるんですけど UFO 乗りたいなってずっと思ってるんですけど あのまあ、その時中学校の時にて見てたのが北野武さんの番組でその宇宙人がいるかいないかっていうのを面白おかしくこう討論する番組があったんですよね今はもうやってないと思うんですけど昔いや「知ってる人いないですか?」んか <laughs>「宇宙人火星人はいるんだいない!」みたいな討論する番組があってそれを中学校の時かな結構見てたんですけどあのまあそもそもとして。 もしこの,この動画見られてる方で宇宙人がそんなにいるわけないよって思ってる人いるんだったらお前が宇宙人だろとお前宇宙人だろと言いたい言いたいだって僕思うんですけどそのなんかその宇宙人がいるいないを討論する時点でおかしいのかなとだってこの宇宙ができて何万年何光年わかんないどれぐらいの期間あんねんって話じゃないですか たったその歴史上のほんのほんの一かけらのところに地球って星が生まれて生物が生まれてるわけじゃないですかいやいやいや、まあ、そもそも宇宙めっちゃ広いし絶対どっかの年月でその地球的なのところ星が生まれてるだろうと。 で何光年経ってその星が潰れちゃったかわかんないけど絶対いるでしょでその星の中で文明が発達してればねいやもうねだってうちら地球人ですらでしょうちら地球人ですらもう地球に住めないっていうことが分かってるから火星移住計画を立ててるわけじゃないですか、ね、宇宙ステーションとかも立ててるしだってもうこのまま行ったら地球絶対住めないですからねこのまま絶対行ったら絶対資源もなくなるし食料問題 いろんな問題で、まあ、絶対地球はぶっ壊れるわけですよ 100%100% 100ぶっ壊れますよあもちろんね人間が減少すればわかんないですけれども今までこの状態でいけばどんどん人口増加していくわけじゃないですか人口が増加すればどんどんその今ある資源を食い潰してるだけですからを作ったとしてもみんな食っちゃうしで水もどんどんなくなるし石油もなくなるし、まあ、石油に代わるね今あれもエネルギーも出てきてますけど対応できないですよ じゃあ今度対応できなくなったら戦争ですもう完全で戦争になってる潰れるっていう核をブワーブワーブワ,ワー一瞬で終わりですまあそんな感じです結末はねだってそうじゃないですかみんな自分自分だから自分が生きていきたい自分の国が生きていきたいだから戦争してこう奪い合うわけですよまあそれが人間ですからうんだからまあ結局まあ地球は滅びていくわけなんですけどあのだからねもう でも、そのその滅びるっていうことをもう察しし、察し、さしして、まあ、そういうね、政策を取ってるわけじゃないですか。他の星に行こうぜとかね。うん、あとは地球をちょっと回復しようぜみたいな政策を取ってますけど、僕は対応できないと思います。まあ、今、僕たちが生きている、年代は大丈夫だと思いますけど。あと百万、あと百。 100年後200年後1,000年後の地球を考えたら1,000年後の地球考えたことあります多分ないと思いますけど1,000年後の地球は多分ないと思いますよおそらくこのこの状況でずっといけば、うん、1,000年は持たないと思いますけどねまあ考えたことあんまないと思いますけど僕そういうの好きなんで、うんはい、まあそんな感じでまあまあまああのーまあ、今回亡霊なんですけどそう そのスピリチュアルとかねあの、うん、なんかねその、まあ、宇宙人の話が出たんで言うんですけどそのあなたの普通はその、うん、あなたの普通というかな今まで僕たちっていうのはその目と口と鼻とかこうまあ たまたまでたたまたまラッキーなことによって正常に生まれてきてるわけじゃないですかまあ何が正常なのかももう分かんないですけどまあこういうパーツで生まれてきてるわけじゃないですかねパーツでうんでも仮にですよこれまあ実際に、まあ、今度2020年パラリンピックみたいなのもありますけど実際その障害を持った人たちもいるわけですよ世の中にはでもそれがそれが障害者なのか普通なのか正直分かんないんですよ ね、たまたま比率的にこれ本当たまたまですからね比率的にこのパーツで生まれた人が比率的に多いだけであって比率的に少ないその足とか手がない人が比率的に少ないから障害者っていう風になってるだけであってこの比率がこっちの方が分かりますそういう手とか足がない方が普通みたいな普通でこっちが8割でこの,このパーツで生まれたのが2割だったら僕たちが障害者だから僕たちが障害者ですからね「お前なんで手あんのキモいな」みたいな。 かります「お前なんでなんで口何それなんで口からなんかなんか喋ってる気も多い」みたいな「いや本当ですよこれ」いやこれ比率の問題ですからね「お前なんで口からなんか喋ってるなんか出てる気持ち悪い何?なに」みたいな「いや本当にこれ本当に比率だ比率の問題です単純に。 だから障害持ってる人たちの方比率の方が障害っていう例えが悪いかもしれないですけどその手とか足とかそういうのがないっていうのが普通に生まれてきてるのが8割9割世界を占めてれば1割の人はもう障害なんですよ。うん、キモいえな何で,であれ足あんのみたいなおかしくないあの人みたいな。うん、タコみたいなそそそうそうそう タコみたいなねおコみたい,なオオののいっぱいいっぱい手と足やるぞと指5本もあるキモいみたいな分かります指5本タコみたいキモいみたいないやそんな感じなんですよだからその普通っていうのがもうそもそもな,なんかそのないんですようんそうそうそうだからねあの,この,このまあ、僕はねネットビジネスをこう教えてるわけなんですけどお金稼ぎたいとかね で僕からするとお金稼げなないい理由がよく分かん,ないんですねだってこれだけ僕まあ iPhone これ全部僕こういう動画 iPhone で撮ってますけど iPhone 持ってるでしょとスマホ持ってるよねと昔と今全然ちゃいますよ僕ね本当ありがたいなと思うんですけどボタン1本でこうビデオカメラかなり iPhone とかのスマホのカメラってもう昔の8ミリのビデオカメラをもう凌駕してますからね昔8ミリビデオカメラだったじゃないですか ままあまあ今の若い子は知らないかもしれないですけど昔は8ミリだった時代があったわけですよでホームビデオでようやく8ミリでちょっとコンパクトになってきた時代があったわけじゃないですか今こ,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 こんな薄くてこんなんで動画めちゃめちゃ撮れるししかも 4K も撮れるんですよ iPhone6S かと iPhone4K 画質撮れるんですよ iPhone で紙がかってないですかそれをポケットに入れられてるんですよ僕からすると神だなと。 しかもネットにもつながるしメールもできるし動画も撮れるし写真も撮れるし何でもできるわけじゃないですか何でもでででですよまあ外歩けば無料で w i f i 飛びまくってるじゃないですか無料で w i f i 取ってるし無料の SNS めっちゃあるしデバイスもあるしいやこれで稼げないってどういうことやねと僕は思うんですけどねそうおかしくないと僕は歴史を見てきてますから 歴史を見てきてるのでもうこれだけもう全部が揃ってるわけですからそれやってないだけだろうと思うんですけれどももうこれちょっとね今回ねまあちょっとねご紹介したいまあまああのこの亡霊っていうね、まあ、そういう話出てますのであのー、ちょっとねこれだけはちょっと見てほしい、うん、もう僕の動画見なくていいですからねこのねあの今回ご紹介させていただきたいのがニック・ブイチチさん うん、ニック・ブイチチさん、うん。この、この、この、あ、これ検索してください、これ検索してください、検索、ニック・ブイチチ講義で、講演で調べれば出てきます。ニックさん。ニック・ブイチチさん。まあ、この方ですね、あの、まあ、アメリカでは有名な方なんですけど、もともと生まれた瞬間、手と足がないんですよ。生まれた瞬間、手と足ないんですよ。だけど、億万長者です、はい。わかります手と足ありますよね。口ありますよね。 ありますよね喋れますよねこの人はまあ手と足がない状態なんですねだからこれ公演見てくださいマジで自分がどれだけ優位性に立ってていいるのか気づいてないで逆に言うと手と足がないのに多くの人を魅了してですよこのニック・ブイチ氏の公演かっこ日本語解説付きっていうのがめちゃめちゃ観客入ってますからめちゃめちゃ何千人だろうみたいな分かります手と足ががない人が その人たちを魅了してるわけじゃないでだからまあ何か何かがないとか関係ないんですよ本当に。っていうか僕が思うんですけど僕こ動画めちゃめちゃ撮ってるじゃないですかでこう動画撮っててよく言われることが「吉谷さんの動画の量すごいですね」と思うんですけどいや僕は例えばですよ仮に明日事故って喋れない体になるかもしれないじゃないですか。 もう言いますね、僕明日事故って、まあ、車、うんまあ、あの免停解除されて車運転するんでまたなんかちょっとやんちゃなことやって事故って明日から喋れなくなるかもしれないじゃないですかこの喋れるということがもうもう優位なんですよ世の中には喋れない喋りたくても喋れない人がいるわけじゃないですか僕たちは喋れるわけですわかります最強の武器ですよこれ最強の武器何で持ってるものを使わないのと なんかね、みんな持ってないものをねこうみんな持ってないものをこうこう学ぼうとしますけど、まあ、それ悪くないですよ悪くないですけど自分が持ってるものを使おうぜって話じゃないですか自分が持ってるものも使えないでどうやって持ってないものを使いこなすなんて話じゃないですかねだから動画に関しても喋ればいいわけですから喋れるっていうねこんなのは、まあ、僕し僕喋らない動画もアップしたりしますけどこれはねもう使ったもん勝ちなんですよで僕いつ、ね、って その喋れない体になるか分かんないですけどでも僕はこういう考え方があるのでおそらくなんですけどどんな状況になっても絶対お金稼げる自信がありますどんな状況になっても実際にこのニック・ブイチさんも手と足がないわけですよ手と足がないんですけど稼いでるんですねじゃあネットビジネス業界でいうと和佐大輔さんっていう方結構有名ですけど和佐大輔さんも車椅子で1億とか2億稼いでるわけですよ車椅子でねうん車椅子で。 稲田大輔さんを知ってる人は結構情報通だと思うんですけど稲田大輔さんも車いすで1億2億稼ぐわけですよ、ね、多分今まで多分トータルで50億ぐらい稼いでるんじゃないかな車いすで多分50億とか稼いでると思いますよいろんな全部入れるとうん車いすで50億ですよわかりますだからこれねあのあいかにそのぬるま湯に使ってるかっていうことだと思うんですよ うん、ちょっとねほんとねニック V チチさんの公演見てほしいっていうか知らないんだったらこれね知っといた方がいいっすよ、うん、ニック V チチさん知ってます、まあ、登録なんかしなくていいですわかりました分かりました,ました、まあ、ニック V チさんで YouTube で検索してみてくださいニック V チチニック V チチ公演これ出てきますからニック V チチさんうん。 もうこれもね、ちょっと見てほしいですね本当に手と足ないですからねで足もあるんですけどなんかちょっとホニョホニみたいな感じでだけど多くの人を魅了してですよ公演とかしてもう完全億万長者ですよこんな人はうんだからなななんかそういう普通に普通にできる人、うん、こう手と足とかあるのに何もしてないっていうのはこう超もったいなくねと思うんですよね僕はもったいなくないですか 何ですすかかねなななんですか、ね、なんでややらいいい理由別にその自分の人生変えたくないとかそのお金別にどうでもいいって思うなら別にそれはそれでいいんですけど僕が教えてる、まあ、ものがお金を稼ごうっていうのがほとんどなんで,でじゃあそれに集まってくるお客さんっていうのはお金を稼ぎたいっていうことで来るわけですよ来るわけですよじゃあやればいいじゃんとじゃあやればいいじゃん自分口と目とかあるでしょ歩けるでしょと。 何でもできるでしょと無限大だとにかってがもうもっと大きいく,くりで言うと日本に生まれた瞬間チャンスでしかないじゃないですか世界見渡してほしいんですけど生まれた瞬間にもうガシするような国もあるわけじゃないですかじゃあそこに生まれてたらチャンスあります？絶対ないでしょ。 だってもう少なくてもこの動画を見てる瞬間で何かのデバイスを持ってるわけじゃないですかもう持ってますよねじゃあその恵まれない国に生まれた人たちっていうのはチャンスすらないわけですよ何もないもう、まあ、あとは物乞いしてその,、うん、こうおかあのなんとかみたいなで5歳とか4歳から働くんですよ知ってますよね草女の見たことありますよね なんか重労働してそのその子たちの未来ありますこれねちょっと本当に考えていただきたいと思うんですけど、うん、もう日本に生まれた瞬間にもうチャンスでしかないですから、うん、でここで、まあ、これマインドの話になっちゃいますけどここでああだこうだ言うこともねどうなんだろうと僕は思いますけどねやればええやんとチャンス無限大にあんのに。 チャンスがない俺俺だけは俺だけけはいいいいつつもついてないいやついてるでしょめちゃめちゃ自分ラッキーでしょ日本に生まれてえなんかよく言うじゃないですかつ,ついて俺なんか不幸だななんでこんないっぱいこうだ俺だけとあるじゃないですかいやいや日本に生まれてラッキーでしょとだかもう本当に視野をもっともっとでかくした方がいいと思います視野をね もっとでかく大きく視野を持った方がだからこの視野だからこの収入しかないんですもう一度言いますねこの視野だからこの収入しかないんですもっと視野を広げないと器広げていかないと収入なんて上がりようがないですからはいでも吉谷さんでも吉谷さんいやー確かに今日の吉谷さんが話したことはこの熱くなんとなく心に響きましたでも いやそんな器なんか広げる、うん、広げられないし、うん、そういう器じゃないしそんなできないです大丈夫ですシステムがありますから、はい、そういう人のためのシステムですからね <laughs> いやそれはいやなんとなくそれはわかるけれどもいや現実問題としてお仕事大変やねんとね仕事大変できついと。 うきつうわそんな中でネットビジネスやろうと思ってもこれ吉谷さん大変なんですあんたはあんたはね10年ぐらいやってるし、まあ、ちょっとバカだからいろいろできるかもしれないですけど僕賢いからその顔出ししてそんなこともできないしなんかキモいこともできないしあんたとはちゃうねんとねわかりました顔出し一切不要設定のみマインドセットしてない設定マインド OK ですこれシステムを使ってくださいそういう場合はそういう場合はシステムを使うべきですわかります いやそ,ういうのそういうのうざい。うん、でもお金ちょっとあったらいいねと。だって確かにお金はね、まあ、ちょっとあった方がいいよねと。うん、だけどそういう面倒くさいのはやりたくない。OK です。システムにやってもらえばいいんです。はい、ということで、この YouTube の下にですね、えー、リンク入れておきますので、もう確実に登録してください。もちろんシステムは有料ですけれども、えー、無料プレゼントたくさんありますので、無料だけ受け取って勉強していただいても大丈夫です。 はいということで今日もですねあの熱く語りましたけど今日は一つですねニック・ブイチさんの、えー、ご紹介させていただきましたこれはね見ていただきたいなと多くの人にニック・ブイチさん、うん、ニック・ブイチチカタカナでニック・ブイチチ公演で調べると YouTube で無料で見れますので、まあ、この方のちょっと話を聞いて、まあ、あの自分がどれだけやってないのかだねねちょっと、ね、もうこの感じていただきたい。うん いやそういうのそういうそのじゃないかそういうのじゃないんだそういうのじゃないどうでもいいとじゃんかなんかあるんでしょそんなきれいごとなんかうざいキモいなんかネットビジネスでちょこちょこあるのあるでしょなんか裏でちょこちょこやって儲けてんでしょありますよシステム使ってくださいシステム <laughs> もうそれはねまぁ、あ、マジでねあのー、すごいですから <laughs> も,うもうね鬼仕様ですからね鬼仕様 鬼仕様ですからそのシステム。はい、ということで今日の「えー、亡霊」ですね今回のテーマ「亡霊」亡霊のお話をさせていただきました、えー。ご視聴ありがとうございました。